を聴取いたします。井上内閣府特命担当大臣。消費者安全法第13条第4項に基づき、令和2年6月に国会に提出しました消費者事故等に関する情報の集約および分析の取りまとめ結果をご報告申し上げます。今回の報告では、平成31年4月から令和2年3月までの1年間に消費者庁に通知された情報等を取りまとめています。第一に、法第12条第1項に基づいて通知された重大事故等は1391件です。このうち事故内容では火災事故が最も多く1104件でした。第二に、法第12条第2項に基づいて通知された消費者事故等は1553件です。このうち生命身体事故等が1241件、財産に関する事態が9312件でした。今後とも各機関との連携を一層強化し、より適切な注意喚起や着実な法執行などを進めていくことで、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができるよう取り組んでまいります。以上で説明の聴取は終わりました。本日はこれにて散会いたします。